はい、栄養推薦入試小論文品質テーマ10、7つ目は非正規雇用に関してです。近年働き方改革としまして、正規雇用の問題が非常に注目を浴びております。社会学系、経済学系、経営学系の皆さんはしっかりとそこの問題点をですね、はっきりとしておいてください。